避難所開設キットの手順書、ナンバー4、施設管理班の行動です。この手順書では、手順書ナンバー1、はじめにやること、大規模災害編で6班に分かれた後の行動として、施設管理班の役割に応じた手順書の使い方を再現します。施設管理班は、電気、水道などのライフラインの確認、災害用トイレの準備、防犯、見回りを実施します。施設管理班の班長の役割には、避難所の設備面での環境を確保し、避難所の開設直後から防犯や安全対策に対して迅速な指示を出しておく備えがあります。施設管理班の役割には、ライフラインとトイレの点検、異常時の緊急措置、トイレを中心とした衛生環境の確保のほか、避難所の開設直後から見回りを実施し、防犯、安全点検を迅速に行うことがあります。実際の災害では、停電、断水の発生によって、トイレの衛生環境が悪化し、ノロウイルスなどの感染症が発生しました。また、都市部では、災害発生の直後から、盗難などの犯罪が発生していたことが知られています。施設管理班の行動は、手順書、ナンバー1、はじめにやること、大規模災害編の最後で、6班に分かれて、避難所の運営にあたるところから開始されます。大規模災害編を参照しながら、避難所の開設にあたっていた時のリーダーが、避難所に参集している方を6班に分け、それぞれの代表者を決めます。運営本部班の代表者は、本部長、それ以外の班では班長と呼びます。避難所開設キットには、班別の手順書が入っているので、本部長または班長は、避難所開設キットから各班の手順書を取り出します。本部長または班長は、手順書を読み進めることで、各班に必要な役割を実践し、他班や市災害対策本部と連携するほか、ボランティアなどの協力を得ながら、避難所の運営にあたります。避難所開設キット、手順書の説明です。行動の単位に、1枚の手順書があります。行動の単位のことを、ミッションと呼びます。班長は、ミッションを読み進めることで、避難所の運営にあたります。まず、ミッションの目的を確認し、人数の目安を見て、必要な担当者を配置し、ミッションの内容を配置した担当者に伝えます。手順書に裏面がある場合は、記載された、詳細や補足、留意事項などを確認した後、手順書に書かれた行動を開始します。この時、担当者に手順書を渡します。各担当者は、手順書の行動が終わったら、集合場所に戻って、班長に結果を報告し、記録します。行動が終わった手順書は回収します。施設管理班の手順書の構成です。3段階に分かれ、1つから3つのミッションがあります。次のスライドから、手順書を活用して、施設管理班の役割を実践する動きを再現します。では、これから施設管理班の活動を開始します。お願いします。はい、施設管理班の第1段階、ミッション1、ライフラインの確認です。避難所内のライフラインを確認します。居住スペースとなる体育館などの電気、ガスや水道、電話やファックスが正常かどうかを確認します。異常を発見した場合は、他の避難者に知らせるために貼り紙をします。貼り紙は避難所開設キット内にあります。電気、水道、ガス、トイレ、通信機器は、それが使えるかどうかによって、避難所の運営方法が変わります。もし、ライフラインに異常があった場合は、防災倉庫内の資機材を使用する必要があることから、ライフラインの点検は、避難者が多くなる前に、速やかに行う必要があります。施設管理班の第2段階、トイレの点検と異常時の対応には、3つのミッションがあります。ミッション2、トイレの確認では、避難所の環境を確保するために、まず、トイレが使えるかどうかを点検します。断水や、
便器及び個室の破損状況を確認した後、バケツに水を汲んで通水し、異音がしないかどうかなどの方法によって、トイレの緊急点検を行い、異常があれば、直ちに使用禁止にします。トイレ点検の流れは次の通りです。便器や個室に破損がある、あるいは逆流があった場合は、直ちに使用禁止とし、張り紙をします。内部配管の破損や下水道被害については、被害があるか不明の場合は、便器と個室は使って、携帯トイレを使用します。地震の場合、当初は不明と判断します。上水道が流れる場合は、通常通り使用、流れない場合は、マンホールトイレ、ワンタッチトイレ、携帯トイレを使用します。ミッション3、携帯トイレの設置です。便器や個室に破損がなく、下水管に逆流がある場合や、内部に被害があるかが不明の場合は、便器にビニール袋や便袋をかぶせて使う、携帯トイレを使います。便器の確保は、50人に対して1機が目安です。足りない場合は、防災倉庫にあるワンタッチトイレや、下水管に直結するマンホールトイレを使います。ワンタッチトイレは簡易トイレの一つで、簡易トイレには、さまざまな種類があります。既存の便座にセットするのが携帯トイレで、その方法は、簡易トイレと基本的に同じです。上尾市には、ワンタッチトイレなどの資機材の組み立て方や、使い方が映像資料として保管されています。訓練などの機会を通じて、日頃から、資機材の説明書とともに視聴しておくことで、避難所開設がスムーズに進められます。ミッション4、マンホールトイレの設置です。マンホールトイレは、下水道に汚水を流すよう、トイレ専用に設けられた、マンホールの上部に、便器と専用テントを設置するタイプの、屋外型のトイレです。便器と専用テントは、防災倉庫や施設内にあります。マンホールトイレは、上尾市防災士協議会のホームページで、設置方法の動画が公開されています。マンホールトイレが設置されている学校などの避難所では、訓練などの機会を通じて、日頃から、資機材の説明書とともに視聴しておくことで、避難所開設がスムーズに進められます。マンホールトイレを使用する上での留意点です。水源は、プールや防火水槽で、入り口と出口の仕切り弁を開閉して、水を流します。マンホール内には傾斜がついており、下水本管に汚物が流れる仕組みです。マンホール内は、およそ24時間に一度、水を流すようにします。下水道被害が判明している場合は、便器に携帯トイレをかぶせて使用する、または汚水を流さずに貯留して使用します。この場合、汚物の汲み取りを、市災害対策本部に依頼します。テント内には、付属のランタンを設置するほか、防犯上の理由から、可能であれば、居住スペースから、トイレへの動線にもランタンを設置します。ここで、トイレの点検と異常時の対応の段階での3つのミッションを振り返り、その他のポイントを整理します。ミッション2、トイレの確認では、点検が終了する前に汚水が流されることがないよう、注意を呼びかけます。ミッション3、携帯トイレの設置では、防犯対策を考慮し、照明の確保と、女性や子どもが夜間に一人でトイレを使用することがないように配慮します。ミッション4、マンホールトイレの設置では、屋外設置型のトイレであることから、特に手洗い場と照明の確保が重要になります。施設管理班の第3段階、避難所内外の防犯対策でのミッションは、ミッション5、見回りの実施です。防犯対策が十分には実施できない初期段階の避難所では、不審者や犯罪が発生する可能性があり、実際の災害でも、実害の発生が知られています。万が一に備えた時計として、避難所内で有志の協力を仰ぎ、避難所とその周辺の見回りを行います。見回りは、避難所が管理されていることを外部に示す効果があるとともに、避難者に対して安心感を与えます。また、地震の際は、
避難所建物の安全点検をより精密に行い、余震時の二次災害を防ぐ目的から、市災害対策本部に対して応急危険度判定士の派遣を依頼します。施設管理班が行う他班や外部との連携の事例です。総務情報班とは、情報掲示板に掲示するトイレの設置場所やルールなどに関する対応が考えられます。食料物資班とは、照明資機材の設置場所に関する話や、追加の照明資機材を市災害対策本部に要請する動きが想定されます。保健衛生班とは、受付優先で配置していた手指消毒液やハンドソープをトイレ優先に切り替える対応が想定されます。避難所全体としては、トイレを中心として衛生管理のために不足が見込まれる物品の調達が進められます。手順書の全ミッションが終了した後、施設管理班では引き続き次の活動を行います。防犯対策としての見回りや施設安全点検、トイレの必要数を把握し、必要に応じて市災害対策本部に仮設トイレの供給を依頼、安全点検の一環として喫煙所などでの火器の取り扱いのルール検討、居住区画やスペースの再編、避難所のために必要なスペースの確保についての避難所運営本部や施設管理者との協議。これで避難所開設キットの手順書ナンバー4、施設管理班の行動についての映像資料を終了します。